はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。本日一緒に行っていただくのは城太郎さん、田中さん、ビーストさんになります。でバダルさんは舞踏家になりました。レベル85ですね。というのも魔法使いをね育ててたんですけど、ちょっと、体調を崩したりとか、アップデートが重なったりとか、忙しかったりとか、なんだかんだで2日ぐらいねちょっといろいろできなかったんですけども、残り15万ぐらいのポイントですね、皆様がお借りしていただいたおかげでクリアしましてですね、インしたらレベルがカンストしました。なので今舞踏家になっております。ですありがとうございます。8万ちょっとで86になりますね。で、アップデートありまして、バージョン 3.3 になりましたね。で今シンダーマの神殿に来てるんですけど、なんかスキルが上限が解放されるっていうんでちょっと行ってみようと思うんですけど、どちらの方でしょう。ここかな、きっと。タッチーから手紙が来てましたね。みんないっぱい来てますね。じゃあちょっと声かけてみましょう。一生懸命修行した声、とうとう僕もスキルの解放ができるようになったんですよ。おお、タッチーやね。あのタッチーやね。マスター相変わらず厳しいですけど、僕のことを気にかけてくれているんですよ。それが何よりも嬉しくて。それでは早速、160以降の武器質量を追加できるようにして差し上げますよ。ちょっとマスターの真似してみました。ここは、はいとね、答えておきましょう。一応、スキルをほら、もらう身だからね。はい。うわ、冗談です。変なこと聞いてしまってすいません。今回、今までとは違って、ご自身で選んだ特技をそれぞれのスキルに、ああ、なんか変わったんですよね。ようやくマスターに認めてもらったってことでしょうかね。まぶたを閉じてください。はい、閉じました。何も見えません。今何も見えておりません。実際に閉じてしまいました。全身の力を抜いて、そう、いいですね。いきますよ。あれ、抜きました。見えないです。読めません。目は開きました。バナナは自分の体に不思議な力がみなぎり、さらなるスキルが追加できるようになった。あれ？なんか戦闘みたいのないの？あ、そういうの先に言ってくんないかな。これ、あれ、もう、これ動画終わりじゃないの？もしかして。いつでも僕にお任せください。説明を聞く。すべてのスキルだけセットしないと、あなたは覚えることができません。同じスキルでも、どのスキル枠で覚えるかによって、ああ、なるほど。確か180まで解放するんですよね。格闘武器でいいのか。これ何？もう自由に覚えられんの？聖剣爆裂の強化。ダメージが 6%、 回収率が 1% 増える。岩石落とし、爆裂剣の強化、ダメージが増える。聖剣好きの強化、かまいたち、石つぶて。はあ。格闘の時の攻撃力が10増える。回収率が 1%。 おお、もしかしてあんまり覚えてないかな、そもそもが。ちょっと待って、ちょっと待って、一回ちょっと切りましょう。動画を切るんじゃなくて、そもそも何を覚えてんだ。爪スキル140まで覚えてる。ライガーラッシュ、あ、格闘スキルだからか。爪スキルじゃないとダメなんだ。あ、よかった、見直して。爪スキル、
危なく違うスキル覚えちゃうとこだったわ。あ、爪の時は5だ。ゴールドフィンガーダメージが4、ライガークラッシュダメージが2。おー、例えば攻撃力、スキル効果も大きく発揮される。あー、180だとプラス10なんだ。へえ、でもポイントを振らないといけないんだよねきっとね。なるほどね。ちょっと試しに160にセットしてみよう。あ、そういうことか。タイガークロウ、あれ普段何使ってんだっけ。タイガークロウだっけ。爪スキルは久々なんだよ、もう全然忘れちゃったわ。タイガークロウじゃなかったっけ。あー、なるほどね。ライガーラッシュもじゃあ 5% まで増えるのか。そういうことか。そういうことですか。それではいきます。覚えたのか、簡単に覚えたぞ。そういうことか。だけどスキルを振らなきゃ意味ないよねこれね、当然だよね。スキルがありません、ポイントがポイントないじゃん。気合ってのもできんのかな。じゃあ気合で素早さ30、力10。すいませんね、あの皆さん、あの分かりきったことなんだと思うんですけど、私がね理解するまでいろいろお付き合いいただければと思います。あ、武器だけですね。武器スキルだけなんだね。あ、なるほどね。ってことは慣れてるスキルはどれだ。ハンマー、斧、両手剣でしたっけ。あー、分回しとか。あー、全部の武器にスキルを設定できるんだ。分回し 18% 増えるってすげえなこれ。全身全霊強化。あー、なるほどね。プラズマブレード、あ、これが新しいスキルなのもしかして。スキル自体新しいのが出たんですもんね。じゃあそれぞれの武器にあらかじめ振っとけばいいんだ。ベホイミの回復量が増える。おお、え、じゃあ両手杖。おお、攻撃魔力最大で40増える。すごくないか。呪文暴走率 3% ぐらいまで、 1.5 か。メラ系強化とかしたらさ、一番強いのが、あ、でも 3% か。なるほどね。
発明の杖、一時的に最大ヒットポイントを増やす。ああなるほど。盾スキル、アイギスの守り。完全会心完全ガード 2% アップ。おなるほど。結構あれですね、武器のいろんな効果がついてるものを買いますよね。そこにも効果が重複しないようにとか、あるいは重複させてさらに効果をアップするとかっていうのはできるのかな。あーなるほどね、面白いですね。ただしポイントがないです。皆さんポイントどうやって貯めてるんだ。もはやリンゴの隠れて、ちょっともはやポイントがないんですけど。残りポイント0、まあ85なので93までいけば10ポイントぐらい増えるかもしれないですけど、それだって150にしても攻撃力プラス5になるだけだもんね。ちょっといろんなとこからポイント持ってこないといけないな。ますます難しくなりますね。どうやってやろうかって感じになってくるな。だってここまでは本当は欲しいよね。 MP 回復もいいけどね。カウンターでのダメージは増える、まあ、ここまでは取ってれば結構そこそこ強くなるかなというね。なるほど、そうでしたか。ということでですね、本日はどこ行こうか。まあスキルマスターのところでいいや。動画終わっちゃった何もしなかったじゃないか。まあちょっと他の動画ともつけようかなとも思ったんですけど、私の無駄話と無駄にいろんなものを見たので、そこそこ長くなっちゃったのでここで切ろうかなと思うんですけど。そうですか、何もしなくてパワーアップだったんですね。ただのポイントの振り分けで済むんですね。そういうことでしたか。スキルマスター話しかけて何か増えるかな。スキルブックを渡す。あースキルブック渡すって持ってこなきゃダメなのか。残念、持ってなかった。スキルブック自体は持ってるんですけどね。ということでね、もうしょうがないですね。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。いや、丈太郎さん、棚広さん、ビーストさん、まあ素晴らしい活躍の上に、スキルを180まで上げることができました。そうでしたか。次回どうしようかな。次回はですね、ちょっと考えてんのが、なんだっけ、これじゃないな、これ裁縫職人ね。裁縫職人の上限が確か増えたと思うので、そっちの方をねやってみようかなと思ってます。その辺で丈太郎さんとか棚広さん、ビストさん活躍できるかな。どんなクエか分かんないですけど、またただ付き添うだけになっちゃったらごめんなさい。ということでね、スキル解放クエの動画でした。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。